おはようございます。みさぺこです。今日は1年間クイーンさんのカラコンを使ってみてどうだったかっていうのをこうお話ししたいと思います。イエーイ。私この1年間のレンズ、1年間装用できますよってレンズ、初めてこのクイーンさんのを使ったんですけど、実際どうだったか、今後も使用するかどうかをお話ししたいと思います。結果から言えば、そうだな、私こういうこうつけ置きタイプのやつでコンタクトの洗浄をやってたんですね。こう錠剤入れて液体入れるっていうタイプ、前ちょっとお話ししたかなって思うんだけどのを使ってたんですけど、なんだろう、そうだな、日が経つにつれて、どんどん後半に向かっていくにつれて乾燥するスピードはすごく速くなりました。なんかあゴロゴロすんなって思うのはすごく速くなりました。そしていくら今日その結構強めのお薬を使ったこうなんか洗浄剤だったんですけどを使ったとしても、結膜炎になりました。はい、まあ、洗浄が足りなかったのかなとも思うし、まあ、ちゃんと規定の通りにはこう保存してたんだけど、やっぱりこう足んなかったのかなっていうふうに思います。1年って書いてあるけど、まあ、実質1ヶ月ぐらいの間隔で使っているとちょうどいいのかもしれないなっていうのが私の感想です。1ヶ月つけたとしても2500円ぐらいなので、そんなにこうコンタクトを買うとして考えるとそこまでそうバカ高いような感じではないのかなっていうふうには思いました。で、私この直前っていうかこの日にメイクの動画、前回っていうかその実写動画の前回に上がってると思うんですけど、その時に午前中にその撮影をして、今夕方なんですけど、やっぱりちょっと乾燥感はあるかなって感じ。外には一歩も出てないは嘘なんだけど、ちょっとは出たんだけど外にはあまり出てないんですけど、乾燥はやっぱりしますね。目薬欲しいなって思ってます。取りに行けよって話なんですけどね。で、そうだな、悪い点ってそのくらいかな。良かった点としてはやっぱりコスパは最強。だって2500円ぐらいで買ってるんですけど、このカラコン1年間使い続けたわけじゃないですか。1年、2500円を365日で割ると100円ちょっと、200円しないぐらいで使ってるわけじゃないですか。めちゃくちゃコスパいいですよね。まあもちろん毎日つけてるわけじゃないんで、他のカラコンつけてる日ももちろんあるんで、まず完全に365日ではないんですけど、まあ、100日つけたとして2500だから、あでもそれ100日でも25円か、100円もしないんだね間違えちゃった。だからすごいコスパがいいのですごく良かったです。でなんか発色も落ちることなく、ちょっと前によるね、こうやってこのピンクの感じわかるかな、発色も落ちることなく使えたのでとても良かったです。あ、カラコンがだったので、すごく良かったなって思います。発色も良かったしコスパもやっぱ抜群にいいので良かったです。で、今後使い続けるかどうか、そう、今後使い続けるかどうかなんだけど、15ミリはもう多分1年は買うことがないだろうなって思います。なぜならば今16ミリが出てるじゃないですか。そっちの方が私にとってちょっと気になるっていうか、私にとってこう向いてるカラコンかなって思うので、まあクイーンさんを使うことはこれからはないのかなって思います。ただ16ミリのピンクがないので、なんかそういう感じでなんかロデオさんみたいなのとかでピンクを探して買っちゃうかもしれないですけど、なんかクイーンはないかなって感じです。こんな感じでカラコン事情でした。やっぱね、ギャルやるときにこのカラコンすっごく良かったの。もう本当ありがとうって感じ。もうこの1年マジでありがとうって感じなんだけど、本当になんかギャルっぽいメイク、その強めのメイクするときはマジでこのカラコンに助けられたから、なんかこのカラコンしてるだけでなんか無敵になれたんだよねメイク前から無敵になれたから、だからすごい好きなカラコンでした。はい、なのでもっと自分に合ったカラコンをまた出会えるように頑張っていきたいと思います。
まあ、1年カラコンもまあそんなに頻繁にではないけど、なんかその1年間使うんじゃなくて、こうなんかなんだろうな、もうちょっと短いスパンで使っていこうかなと思います、私の場合はですね。はい、なのでこすり洗いとかしてる人は入念にこすって洗って使った方がいいと思います。はい、というわけで私の、カラコンの1年間総用のカラコンを使ってみた感想でした。はい、少しでも皆さんの参考になれれば幸いです。ということで本日の動画はここまで。よろしかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントの方もお待ちしておりますので気軽にコメントください。ということでみさぺこでした。またね、バイバーイ。